省するの、撮影するの。いや、もう酔っ払ってるし、俺そんな思ってへんよ。いきなりカメラ回ってるんやけど、はい、今回はまあ、おなじみレスラー吉田とね、飛行機に乗って岩手の方にね、道の奥二人旅をしたいなと思います。狙いは桜です。今はちょうどね、開花宣言があって1週間経ってないぐらいなので、桜の咲く季節に桜を探せたいなと思ってるんだけども、これは僕がね、今出来上がっちゃってますね。はい、吉田さん、はい、今回はですね、遥か遠く道の国にやってきました。遠すぎますよはい、今回は岩手県の、大船渡港からの出船で初の桜松を狙ってみたいなと思います。で、まあ、今回は、まあ、助っ人で、ね、あの吉田さんもいてるし、でさらにですね、地元で、まあ、桜松そこそこ精通してる、はい、釣り女子がいてるんですね、彼女はね、ちょうど4月1日かな、エイプリルフールの時に、はい、こんなやつ、別のやつ、はい、桜マスじゃなくてね、キングサーモン釣ってます。あ、マスの付けですね。マスの付け、うん、まあ、それが釣れるかどうかわからないですけど、彼女に、まあ、同行してもらって、手数を増やそうよということで、はい、ぜひ今回は、顔を見たいなと思います。さあ出船ですね。はい、15から30度連続やってみてくれ。寒いな。この海のそばのあれ、霧みたいになってるでしょ。あれが通常の霧の逆やからね。あの海の方が冷たくて、で言うたら少ない大気の水分があそこで結露してるのね。普通は逆でしょ、うん、昨日釣りたのが15メーターから20メーターぐらいの発生のことは聞いたからね。あのマスやからさ、管理釣り場のマスを想像するやん、はい、イワナとか、うんうん、え、シェイクしながら巻きたい、したくなるよねアダルトになると違うのかな。朝方夜行使いたいな、あかんのかな聞くでしょ。あのケーブラとかよく釣れませんよね、カンツリー。10メートル超えるんやったら夜行でもいいけど、夜行は良さそうやな。もうこのサクラマスのジギング、はい、やっぱり基本ですよ、下から上まで。ジギングは本当は下から上までちゃんとやるべきだ。やっぱりそうやね。ただ60メーターの20メーターやから、はい、40メーターがちょっと無駄になるから出会いが遅なるっていうデメリットだけやね、はい、基本はそうやけどデメリットやね、そこが。多分やけど下にも向かって追いかけてるはずなんですけどね。上げてくんやから。このスローの釣り方っていうのは、あのその場でコロ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 してじらして釣っていく、はい、タイとかああいうメダイとかね、はい、あんまりこう今までターゲットになりにくかった魚が割と効率よく釣れるんですよ。もうイメージがほらジグってワームと違って見せたらあかんと思ってまうんで、ね、そうです、感覚的に僕もそう思ってたんですよ、うん、だから残像で釣るみたいなね、超早巻きの方に僕はどんどんやったんですけど、うん、最終的にこれでも釣れるっていうのは最終的にそれがあんねんね、反対に。で、もうワンフォト一緒やんって、うん、ジグが結局、見えないところに現れてくるもん、反応するってことやね、うん、じゃあ何もないところにあるのは勘で確かめるんやね。はい、だからこの水深でやるからワンフォトでやるとやっぱホールスピード遅いじゃないですか。下向きにもスポーンっていく鉛って、そういう意味では優秀なんですよ ね、 アピール力がすごい高い。動いてから止まるもんっていうのは、うん、向こうにしてみたら弱ったものなんで、まあまあそうか、そうやね。
今放射冷却マックスぐらいじゃん。マックスぐらいね。三度下がすから上げてきれ。上げてきれ。上げてきれ。はい、ロッドがアニバーサリーモデルの大貝さんモデルね。それの2番。僕の使ってるリールで1回転でだいたい実質65センチぐらいかな。それ吉田さんのやつでどれぐらいなんですか、1回転一巻きで1メートル弱ですわ。そうやね、だから同じリズムやけど、うん、僕のはヒヤヒヤやけど吉田さんのはドゥルドゥルって言ってるってことだよね。そうですね、パワフルやからガンガンしゃくれるし、巨大マグロでも耐えるリールですよ。来週一応マグロ。来週というか次の回マグロ。マガイさん。はいはいはい。使いません。あ、でもそれ右巻き僕両使わないですよね。いやだからね、僕右巻きやけど、うん、台湾に無理言うて左巻き借りてきたんです。マジっすか。はい。マジっすか。そう。了解。あ、そうか、これレベルワインであらへんやつや。はい、もうこれ使い出したらジギンガーやな。で、大きいリールっていうのは僕あんま好きじゃないんですよ、基本的に。ただパワーゲームの釣りをし始めると道具でね、釣らないともうどう言ったらいいかな、余分な体力使ってるだけで意味がない。これ持ってるのは重たいけど、しゃくんのにね、全く力がいらない。こうやってる時にルーティーンで手を動かしてると勝手に負けてしまう。パワフルですよ、うん、もう全てが違う。本当に群れに当たれば線中みんなボコ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 とかかるんで、今年まだ当たってないですね、そういう日に。あ、まだ当たってないんだ。まだ当たってないです。例年だと今時期にもう表層マスがぴょん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 跳ねてるぐらい表層にいるので、まあ、10メートル切っても釣れる時も全然あるので、今年はマスが跳ねてないので40から10メートルぐらいのところで釣れるのかなって感じですけど、初めて釣りしたのはもう全然覚えてないぐらい小さい時なのでですけど、祖父が海釣りやってたのと兄がバス釣り、川釣りやってたので、10歳の時に初めてバス釣りデビューしたんですけど、まあ、そこからが結構こうのめり込んだ感じですね。サクラマスジギング、割とこう女の方とか初心者の方とかが釣るっていうのも結構多くって、なのでまあ強い釣りが通用する時もあるんですけど、ふんわりふんわりしたようなジグがこう派手に飛びすぎないようなアクションっていうところで、基本はワンピッチですね。基本は10メーターぐらいのことも半年やからね。お、はい、60グラム寝込めたり着水しました。こっから 25m 落とすイメージ変かな。わあ、軽い、ライトウェイトスポーツやで、ね、これあれやね、 これそうあるとするじゃないですか。そしたらバーティカルやったらここの距離が 1m としたら、はい、これ斜めやからこうなるじゃないですか、はい、こういう風にやるイメージよりこう言っといて、この長さがこの分長くなったことだけの利点にした方がいいんやろうか、それとも何回も通した方がいいんやろうか。だからこうしゃくってスコンと落として、うん、こうしゃくってスコンと落としてっていうことでしょ、うん、のこぎりにすると、うん、ホールを入れなあかんでしょ。ホール入れなあかん。そののこぎりすることによってついてきたやつが返ってしまうっていう可能性もちょっとあるんで、基本は巻き巻きのローテーションの方がいいと思います。さあ、実は船酔いする僕の話をしましょう。最近ね、だいぶ強くなったね、言うて。ただ強くなったと言っても、
酔い止めを飲むありきで、酔い止め飲むありきで克服できたっていう感じだから、ちょっと前は追い酔い止め、してじゃないとあかんかったけど、だいたい朝一飲んで、で昼以降は惰性でそのまま行けることが多くなった。よっぽどじゃないとね。で、まあ、コツというか克服した方法というか、それは一つはもう酔う人は酔うもんだと思う、これがすごく大事で、酔った時に寝る場所確保できとくかどうか、これがだいぶ精神的に安心、でここじゃなくてもここでもできる勇気はいるかも。ちょっとなんか嫌でしょ、でも酔って死にかけるよりは絶対、まず寝れるということっていうのは、頭をこうやってね、こうやって揺れちゃうと酔うんですよ。それが船と一緒に揺れてると酔わない。だから女の人でこれができへんなんだったら、例えばあのブリッジの辺、ブリッジっていうのは三好と友の間ね、船のところ、船のあの壁があるところで頭をつける、すると揺れが船と一緒になるじゃないですか。これでだいぶ違う。そう、ほんであと食べ物大事だね。食べ物大事ですね。すごく大事だね。あの腹持ちのええもんはね、気分悪くなるんですよ。あ、結局三半規管揺らされてバランス崩れて胃液がいっぱい出るんで、はいはいはい、それがね打ってくるんですよね。なるほどね。ああそうなんだ。僕この間ほら吉田さんに教えてもらって、要はパンを食べるといい、そうですね、早く消化する炭水化物すると胃は微妙にちょうどいい胃液を出すっていうのがいいらしい。なので食パンが入ってますであとコーラはね、酔った時にコーラを飲むとマシになる、もしくは口に含んでうがいして、流すだけでもマシになる感じ。僕の中で何回も言ってるけど、吐いた時の口の中の気持ちが良いものを食べる、それがリンゴ、バナナなんか気持ち悪そうでしょ、まあまあいいんですよ。最悪なのはオレンジジュースのオレンジで、みかんね、いわゆる温州みかん系のやつ、それからチョコレート、天ぷらね、油もんね、チョコレート最悪。あと牛乳、もう一番最悪ちゃう、牛乳。そうなんですか。いや匂いがもうたまらん、その自分の匂いでまた酔う、そんな感じかな。まあそれよりも事前に寝て、出すもん出して、で空腹すぎるのも良くない。そこまでいくとまあまあ克服できる。今日はだいたいこれうねり合わすと 1m 超えてるかな。でできたと思っても、酔ったなと思った時は素直に降参することが大事だね、はい負けみたいな。以上です。ずっと20から35くれたね。まだも15メーターだ、なんか映ったから。なんで15メーターなんか映った。ああ、だいぶこっちの言葉分かるようになってますよ。いや、8割解読不能です。ああ、なるほどね。前後の知ってるキーワードを重ねんねちょっと今のシチュエーションであり得ることを口の中で想像してから発音して似てるかどうかを見るんやね。まあこの2年だいぶ勉強になったな。でも吉田さんのおかげであのバスのこれの考え方の応用でこうなってるが紐付けできたら、数で暗記しようとするわけじゃないから、はい、一旦自分の脳みそに入るからさ、はい、引き出しから出てこんくなっても出てきた時にスッとできるね。もうあんまりだから業種別に組み立てないですもんね。ベースが一緒で、バスであり、タチウオであり、ワオモンであり、ね、マグロであり、ベース一緒やね。あの一番よく効率的に動くスピードで決まってるからさ。そうですね。ジグが変わってんのにアクションしちゃったらおかしいね。その通りです。おホール。でかい。ホール。ホール。何やろ。ホールでトンって言った。何やろ。おお。
ー引いてる引いてる。よっ。なんやろう。50メーターぐらいだね。うん。なんか分からへん。タラだ。なにこれ。タラ。うーおー。まだね。ちゃんと口かかってるわ。ドーンってきたよ。あ、映える映えるこれ。映えるぞ。はい。おー、なんか絵になるぞ。なんか絵になるやつ来た。おい。ねえ、よっしゃー、まだら、はい、70、76、あ、いいやつ来たやん、上がってきた、何油で、ゲスト連発、ゲストゲスト連発、素敵なゲスト、オッケー。風がぬくなりましたね、ちょっと、はい、風が、あ、風の温度が上がった。さっきまでなんか冷風やったの。冷風やったね、頭痛くなった、本当にアイスクリーム食べたみたいになってた。来た、来た、来たよ、おお、それ松やろ、上の方やったよ、マジで。せんちゃん、ナイス、が結構当たるので、ブルーに黄色重ねてグリーンに色チェンジしてます。うわー、シャチコさん釣ったね、さすがやな。やっぱりね、釣れれば釣れるほどアジャストもできるようになるし、なんか魚の癖も分かってくるから、僕の場合は迷いが入るからさ、基本ワンピッチでいいと言われても邪念が入ってるし、今までの釣りをしてるからいろんなことしてしまうよね。おっしゃ、食ったー、おー、20、20、マスだ、デスロールしてますよ。してる？してる、デスロールしてた。いいなぁ。上さんやったら差を避けてきたいね。大丈夫です、そっち行ってね。うん、了解了解。開けてつけ、開けて起こすよ、起こすよ、起こすよ、行くよ、回すよ、はい、行くでーす。うわぁ、はい、したー、やったー、ナイス、すげえ。まだ俺だけ釣れへん。シルバーシロ。おお、あ、それね、グローやね。グロー、あ。やっぱマスやね。え？マスやね。マス？最初デスロールしたとった。ああ。グリーン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 って。そこでもなっとったね。はい。あの S 字に描きながらこんな人泳いでね。50ぐらい落としてね、しゃくってくるんですけど、いくつかのね、しゃくり方をローテーションしてたんですよ。だからこう、パンってしゃくって、巻き下ろしてパンってしゃくる。これがしゃくり巻き下ろし、しゃくる巻き下ろし、しゃくる巻き下ろし。こういうやつと、しゃくって、落としてからしゃくり始める。で、この、こっちで釣れたんですよ。しゃくって、落としてから巻く。しゃくって、下ろしてからしゃくる。リール巻かない、下ろすとき。ぐんと乗ってからしゃくる。竿に荷重乗るまで待ってからしゃくるって。で、その、ふーってやったときに加えたんで、
ジグが横向いてふっと落ちそうになった時にパンってくるっていうパターンです。同じことやってんねんけどな、俺の方に来てくれへんねんな。指示棚から5メーター下、その下はやりたいんだけどな、いろんなもんが釣れるから、それをやらないようにしよう。それバス、それ本命、めっちゃ本命っすよ。お、近づいたか。上げてきれい、きれい。あかん、釣りたい、釣りたいぞ。釣ってる人は余裕やな、ええな。ここでまだシャチコさんが来て焦るんじゃないですか。焦るよ、もうシャチコさんすらんとってると思ってる。何匹釣ってくれてもいいけど、1匹釣れてるのがあるんですね。なんか僕も釣ったけど、釣れたんです。まあそうそうそう、釣ったじゃないもんね。釣れたを持ち込みたいね、僕も。ええねん、それで。で、釣れたの先に釣ったがあるから、はい、釣れたがないと釣ったがないじゃないですか。ドキドキやわ、タイムリミットまで。あー、ラスト30分。このまま行くと僕は本命ゼロに終わってしまいます。まあ僕、反省点としたら、僕みたいな、なんやろ、あーでもない、こうでもない、考える人ね。考える人で、なおかつ、欲深い人には向いてないね、この今日みたいな日は。ほんまに指示された通りのことをする人の方が絶対釣れる。なんだろう、どこかに仕留めた感が欲しいから、ちょっと細工してしまうのね。最後の30分は想像でやるんじゃなくて、釣ってる人のアクション、船長の言うこと全部踏まえた上で、30分なら集中してアクションつけれるでしょう。はい、じゃあ、スタンダルから終わりにしましょう。終わったー。悔しいな、悔しい。まあ、これを想定して吉田さんとシャチコさん同行してもらったんだけど、一気にね、いろんなことを知りたくなるね、どうしてもね。精通してるシャチコさん、やっぱりね、多分ジグしゃくるのに一回一回は生きてんやろね。それからジグのアクションの引き出しの多い吉田さん、やっぱりちゃんとする、まあまあ、ええ勉強になりました。いつかリベンジしたいね。次なかなか来られへんよ、こんな遠いとこ。ということで皆さん、僕は夜釣りませんでしたけど、いい日に当たりました。はい、お疲れ様です。さて、ここはどこかと言いますと、大船渡のですね、海の幸振る舞いセンターの調理場にやってきてます。船長のね、良き計らいで、おお、使ったらいいぜみたいな感じで、お借りすることになりました。そこでちょっとね、どうせやし、まあ魚をさばいていきましょうかと思います。よいしょ、吉田さん、はい、まあ僕釣ったんちゃうけど、それを使いましょうか。今日いかってるやつはこれか、これやね、ね、これやね。はい、さあ、これが桜マス。僕は夢で終わっちゃいましたけど、まあ魚の、まあ捌く基本ね、
やってみたいなと思います。で、こういうマス系ね、これ見てね、めっちゃ柔らかいんですよ。めっちゃ柔らかいのね。当然身も柔らかいで、今は、身がいかってるから基本こういうやつで、こういうやつで、で、だからこれするのがハマチだとか、あとヒラメもあのこれで十分できますね。で、まあ、僕流というか学校で習った流やね。はい、行きます。でね、ここ包丁入れます。で、エラってこことここがついてるんで、つながってるとこ切るんだけど、こっちの手でエラを全部束ねます。束ねます。これね、束ねて向こうに押す、頭に押す。そうするとここ外れた。これね、これ外れたでしょ。で、ここからここまで入れて、でこれをこれね、釜のところの大体この辺、こう入れます。こう入れるのね。でここからこう入れるの。これまあ鍵先って言うんだけど、こう入れるのね。だからそれを今分かるようにこうしたけど、こう入れてこう入れるの。ちょっとずれた。こう入れるの。ほんでここからは内臓くれやんか。だからあんまり深く刺さないように。いろんなものが潰れるんで。すっごい油だわ。すごいわこれ。ほら。ね、これね、ここ、ここね。ここまで切るでしょ。切れ目入れるでしょ。切れ目入れるでしょ。で、ここね、外れたでしょ。これ。外れてこの、この、ここはついてたでしょ。ほんでここの頭の方ね、上の方。ここを、こう切る。これね。こう切ったら、エラと胃は全部つながってるんで、この辺、いわゆる腎臓の辺をちょっと切っといて、で、このまま、このままこういきます。こうやってね。ほら、全部一緒にいけるでしょ。ね。で、ここを切ると。ほら、きれいに。さあ、何食ってるか見ましょう。あ、イワシ食ってるわ。うん、マイワシだね。一匹入ってた。これ2匹目食った時にシャチコさんのジグやったわけやな。はい、これでなったでしょ。だ今みたいなやり方してるとほとんどここは汚れないのね。はい、で次ここ、これね、こう切れ目入れます。でこれも食べるらしいんだけど、まあ今回は取ってしまいます。はい、出てきた。出てきたでしょ。でここで水洗い。でさっき僕がなぜカギザキにしたかというと、普通よく釣り人が釣った魚、ここ切れてるやんか。クッてこうなってるでしょ。クッて。あれが僕あんま好きじゃなくて、そうしとくとここがつながってるから綺麗に見えるの。ほら、ここつながってるでしょ。別に全然どうせここから切るんで全然意味がないんだけど、まあ、こう捨てると口内してできますよっていう。よいしょ。でここできれいに拭いてしまう。だから一回もう水洗いしたらなるべくも魚濡らさないんで、この時点でも、あとは何もせんでええぐらいきれいにしておきます。はい、出来上がり。で次にね、一応肩があるんで、これ魚左に置いて右手の人はね、こことこう、こうなんか引っかかんねん、こうやってクッてクッて引っかかんのね。これが切るところ。ほんでこの頭ギリギリに切ったらいいんやけど、ここ食べたい時この辺で切んねん。そしたらこいつ自体が一つのあらになるでしょ。だからあらだけする時にこういうふうに切るのもいいんだけど、どうせこの辺の身ね、あの鯛とかじゃあんま美味しないから、ここは美味しいけどここは美味しないんで、これぐらいにする。そうすると頭の部分も食べやすい。はい、まあここでこう切るでしょ。これね、でこう裏返します。今ここまで来てるやんか、ここまで来てるやん。でここ、こうやって落とします。でここ落とすやんか。落としたらここで今向こうが切れてる、こうやって叩いたらもうここは
入れるんで綺麗になるやんか。はい、できましたね。で、これ骨が柔らかいから下行きよう、だから行かないように、まずここで身を残さんとこうと思ってこうするでしょ。そうじゃなくてちょっとね V 型に切る、もう下に切ってしまう。こうやろうとすると下手ですから、こう切って、あのいわゆる縁側のとこ越しておくのよ。こうやってね、縁側越したんでしょ、ほら縁側越してからここまで行くのね、うん、ほんでこっちも一緒。これもうコツのコツなんやけど、でここ長いじゃないですか、やりにくいでしょ。でもなるべくこれをこうしせんずに、包丁をなるべく寝かして先にここまで入れとく。これね、だから今ちょっとこう入れてる、次にで、ここまで行くやんか。で、ほんまこっち身がついてんやんか、ほんとはね身がついてるんだけど、このさばき方でするとこっちが綺麗に見える。違う、こう失敗したけど、こっちが綺麗に見えるのね。ほんとはこっち身がいってるんだけど、ここの部分が綺麗に見えるから、ほら綺麗に見えるやん、ほら上手い人がやったみたいに見えるでしょ。だから僕上手い人がじゃなくて、上手い人がやったように見えるおろし方を知ってる。で、こっちも一緒ね。ここからほんまはこうギリギリ行きたいでしょ。行きたくも行かんと、ちょっと 高いところからやる。高いところから。こうやって。で、2回目は若干上に持っていって、まああとは回数やね、これね。行きます。で、こうやったらほら、綺麗に見えるでしょ。で、これ外したやん、これこうやって外したでしょ。外すときにもう逆包丁で入れる。こうやってここに中骨とこの腹骨がクロスしているようなところがあるんで、それともう切ってしまうのよ、こうやって切ってしまう。ここは切り口を入れてしまう。ほんならここからこうやっていっぺんにやろうとせんでいいです。ちょっとずつやったらこうやって下から順に、ね、これでもしここ食べるんやったらもうこの辺でこう切ってしまって、こいつだけをきれいにしてしまう。こっちから逆包丁当てて、こうやってまた当てていくのね。はいはい、出来上がり。はい、これを今日は僕らは明日帰るじゃないですか。でこのままあのクーラー入れていけばいいんだけど、まあまあ温度が上がったり下がったりするので、今日はこれをあの塩を当てて持って帰ります。はい、塩を当ててね。多分普通のさばき方とかでないやつを教えなあかん、おもんないやんか。これ濡らせ、こうやってね、濡らすでしょ。濡らして塩を当てん、ほら塩がひっつくやんか。で、これはどれぐらいの塩でってよく言われるんだけど、これね、この粒の距離が1ミリなのか2ミリなのか、5ミリなのか、それをよく見とくのね。こうやって見とくの。で、それにこうやって当てる。こうやって当てるよ。でこれまず1回当てて、で今度同じで、これで大事な高いところから見ながら、必ず見ながら、これ低いところでやるとグワッて入るから、高かったら、ね、失敗しても絶対あの綺麗に塩が触れる。
で油が多いやつは多いめ、少ないやつは少なめの方が失敗しない。で身の基本的に分厚いとこ先やってるでしょ、分厚いとこね。で尻尾のこの辺、腹骨のこの辺は薄いじゃないですか。だからそれを意識しながらやっていく。多分これで薄塩ぐらいになってるはず。はい、できました。でこれをここからいわゆるキッチンペーパーでいいんやけど、この不織布というか水で溶けないやつ、でこっちは水でひっついてしまって溶けるやつね、いわゆるキッチンペーパー、こっちクッキングペーパーかな、どっちかわからんねんけど、でこれでこれを当てると帰った時にこれへばりついてんやんか。なのでまずはこいつに挟んで挟みます。これね、でこれをこいつで挟む。でこの状態で袋に入れる、ラップをする。そうしとくとこいつ水吸うでしょ、でこいつだけ変えたらいい。ならもうこのまま塩鮭の出来上がり、まあ、塩サグラマスやけどね。はい、以上説明終わりです。ちょっと真面目にやりましたけど。